平野紫仕様、日本初のストリートジャックキャンペーン開催決定。その独創的な内容にファン騒然。平野紫仕様、YSL アイコンリップ CM で輝く。アジアアンバサダーに就任。日本の人気アーティスト、平野紫仕様、ナンバー、アイが、世界的なコスメブランド、イブサンローランボーテのアジアアンバサダーに就任し、新しいリップの CM に出演することが発表されました。 新 CM は1月10日から公開され、YSL アイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの魅力を余すことなく表現しています。ルージュ、ピュールクチュールは、全40色を誇る新しいリップスティックで、6050円で購入可能です。このリップは発色の良さとサテンを思わせる輝きが特徴で、洗練された雰囲気を演出します。さらに、長時間の保湿効果も期待でき、付け心地にもこだわりが詰まっています。 新 CM は c o u t u r e m e a p という製品コンセプトのもと撮影され、平野の仕様が新たなキャリアに向けて花つクールで力強い存在感が、リップの持つ世界観を引き立てています。YSL Beauty はこの CM を公式サイトや公式 SNS、ウェブ広告、一部店舗のビッグビジョンなどで公開する予定です。同時に、キービジュアルやビハインドザシーン、 インタビューなどのスペシャルコンテンツも予定されており、日本人アンバサダーとしては初となるストリートジャックキャンペーンも期待されています。平野史業は今後、ルージュ、ピュールクチュールのキービジュアル新 CM の出演を皮切りに、様々なキャンペーンビジュアルやコンテンツ、イベントに登場する予定です。グローバルな展開も見据え、多様なコラボレーションが企画されています。この発表に対して、ファンたちは喜びと興奮の声を上げています。 一方で、平野潮が自身の美容に対してこだわりを持っていることが明らかになり、そのスキンケアについて心配する声も寄せられています。彼の新たな挑戦がどれだけ成功するか、そしてこれからのキャリアにどのような影響を与えるか、期待と興奮が高まるばかりです。